俺ははそうは思わない第25回このポッドキャストは何かと俺はそうは思わないと言いがちな2人が日常で気になったことについて各々のの偏見を交えながらさも正論かのように語るポッドキャストですはいお願いしますよろしくお願いしますもう25回だねそうだよ50回まであと半分50回目指してすごいもう半年50回やったら半年ってことだよ すごいなでも毎週ちょっと小難しいことを話してやってるんですけども <laughs>、はいうん、今回も今回も小難しいテーマいきますよ <laughs> 何でしょうちょっともう時間ないんで出します、はいはい、今回は、はいえー、才能とセンスについてです才能とセンス <laughs>、はい、これは違うものなんですかそもそも才能とセンス えっとね、俺これはねこれについてちょっと今回ね、はい、多分長くなっちゃうけど <laughs> あの、うん、<laughs> 話していきたい <Okay> このざっくりとしたものについて、まあ、確かにざっくりとしてるな一般的に、うん、まあどう思われてるどう,う一般的にはでも才能とセンスって一緒とされてないかあなんかね多分ね一緒だと思って る人とか一緒のくくりで使われることと多いと思うううんうん、うん、あの人センスあるよねがうん、うん、あの人才能あるよねと結構イコールな文脈で使われること多いと思う。ううん、うん、ね、なんか俺のイメージ才能とセンスのイメージやっぱ才能はんて言うんだろうなこう持って生まれた門感が強い。 はいはいはい。まあセンスは、だから、うん、ああそうだね、センスをなんか磨くっていうじゃん。磨く。うん、言うね。っていうのが、なんか才能を磨くより、やっぱセンスを磨く方がしっくりくる、言葉として、うん。うん、まあそれはそうだね、うん。気がしてて、だからセンスは、うん、まあ持って生まれたものっていうのもあるけど、こう、まあ経験とかによっても磨かれていくし、みたいな。結構、後天的なものが多そうな感じしますよね。うん、イメージですね、うん、僕は。 俺さ今回の、はい、このテーマね、うん、まあちょっとタイトル俺が考えたんですよ今回ははいそう2人でセンスについては話そうみたいなボぼやって言ってたんですけど、うん、ましたちょっとね才能とセンスはね、はい、ちょっと譲れなくてどういうこと切っても切り離せないってことこはい俺の中で切っても切り離せない譲れない2つのテーマでほ<う>えーっとね ってもうまあ根本大を知ってる人はもう大といえば俳優っていうイメージあるね大学4年間全部費やして研究し尽くした漫画なんですけど僕がはい好きな人はいっぱいいるでしょういや知ってる人多いと思うんですけど「ジャンジャン」っていう漫画にですね「才能とセンス」っていうね会があってですねええ まあその,その中にね登場する及川っていうキャラクターがね、うん、敵キャラで出てくるすごくセンスも才能もあるやつが、うん、えっとねその回で言うセリフがあるんですよ。はい、でこれが本当にすごくて、えー、これ本当にすごいんですよ。なんだ本当にすごくて覚えてないいや覚えてないな何だろうもう。もう言っちゃうと、はい、才能は開花させるもの。 ほうで「センスは磨くもの」っていうセリフがあるんですよ確かに才能磨くはしっくりこない理由はそうか開花うん、うん、そう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 確かにう才。才能は開花させるものセンスは磨くものっていうあ,<ー>あの及川徹が言ってるセリフがあってモノローグかなんかで解像度高いですね、えー、なんか解像度やっばいっすよね <laughs> 古舘先生確かにすごい,いやもうすごくないいやたどり着きすぎなんですよそれ いやあの先生ね、<の>デザイナーだったんだよね、元。うんうん、そう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 ,そう。広告代理店でね、デザイナーやってた方が漫画家になってっていうので、やっぱ漫画の中にもすごいこう、コンセプトとかさ、デザイン的要素がめちゃくちゃこう、散りばめられてる作品だよね。うん。うんうんうん。そう。なるほど。それをね、俺初めて読んだ時もう、うん 衝撃を受けすぎたのもう初めて読んだ時その2つのセリフねでもう毎日ノートに書いてた怖どういうこと才能は開花させるものセンス意味が分かんない意味が分かんないいやもう一時期スマホの壁紙それだったもん痛すぎだろ痛くねえだろいやじゃあ当時の二十歳前後の俺にとってそれぐらいあのすごい捉え直しだったんだよああなるほどね 衝撃的だっ,たと衝撃だって才能って持って生まれたものですよ、うん、みたいな、うん、もうすでにあるものですよ、うん、センスだってすでにあるものですよみたいなぼんやりしたイメージが実はあったのあの時代まではい、はい、あの言葉が生まれるまでね、うん、違うんですよ <laughs> 才能は開花させられるしセンスは磨けるんですっていう、はいはい、ところを、うん、捉え直して漫画にしてるんですよ はい、でもちょっとあの配球すごいって話はちょっと無限にできるんであのまああのちょっとそうそそれを見てあ<ー>まあ本当にそうだなと思いながらちょっと今現在の才能とセンスについてちょっと、うん、あの考えてきたこととかを話したいなという感じです僕は。なんかまあ日常生活で才能とセンスって、うん、こう言葉使う時の。 うん、なんか具体的な差とかあるかな才才能能<え>こいつ才能あるなとか <laughs> あんまり言ったことないというか、うん、使われてるところに遭遇したことないかもなんかセンスあるはたび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 遭遇するタイミングがある気がするんだけどまあ前これあれだ大、ね、と喋ってた時も言ってたけどまあ初めてスノボー、うん まあ大学生になるとねみんなスノボに行き始めて、うん、初めてのスノボでいきなり、うん、まあ,ある程度滑れるやつとかやっぱそういうやつはセンスあるなってなるよねセンスあるねって言われるよねその瞬間、うん、でもなんかあんま才能あるねは言わないよねそうそう才能あるねって言わないけどどういう時に、うん、この人才能あるなってうんなんか今思ったのははい、はい そのまあ才能は開花させるものだと。うん。うん、なんか開花してない才能を感じた時に才能あるな、この人って思うかも。ああ、なんかその目とかね。うん、なんか。んか片鱗みたいなのを見うことだよね。そう,そうそうそう。うん、センスって、なんか、こう、こなせるとか、やっぱ人並みにできちゃうとか。 うんうん、すぐね確かにそう経験値が少ない中ですぐその物事クリアできちゃうみたいな時によくセンサーあるとか使う気がするけど才能あるってなんか例えばなんだろうな、まあ、自分が精通してるもの、まあ、スノボだったらスノボの経験者からしたらこうなんだろうな 滑り方な,のかな何かで何かでこうあこいつ何か才能があるかもしれないって思う瞬間ああんか怖いなん,か、ね、なんだろうあのあれやんじゃん、うん、なんだっけ、はい、ジャンプ台とかああいうとこでこう全然いけちゃう感じとかその滑れ滑れないれ、ね、滑れ滑れないじゃなくて、うん なんかこう果敢にいってそこでこうすぐトライアンドエラーしちゃうみたいなを繰り返してもうすぐこうなんだろう何か新たなところを生み出せてるというかえなんかもうちょっと出来かけてるかもしれないみたいなやつはなんかセンスじゃなくてなんか才能あるなって思うかもな。 なんかスポーツ漫画的な、うん、あの考え方なんだけど、はい、転んだ時に笑ってるやつとか才能あるんだよ。<laughs> ん <laughs> 挑んでることにス,スポーツ漫画的。挑んでることに楽しさ感じつ系のやつ <laughs> そ。そうそうそう,そうで、いやちょっとここで俺がちょっと考えた才能とセンスの違い何かっていう、はい、ところ話したいんだけど。なん、はい、でしょう。なんかね、才能は、うん、あの。 えとね、自分では別にすごいと思ってないけど他の人がすごいって言っちゃうこととか自分ではすごいと思ってないってことああそうそうそう自分では<ー>いや別に大したことしてないんだけど<ー>他の人から見たらいややべえよそれっていうはい、はい、やばいことやってるよとかうんうんうん、うん、こう才能ってねもう,もう明らかに見えるものああなるほどこういやさっき言ったさ転んでも笑ってるとかさ 普通ビビるじゃん。そうだね、普通ビビるし、2回目滑んの怖って言ってるのに、もう一回やれますみたいな、すごいスポーツ漫画っぽいけど、<う>この展開。確かに。うわ、才能。<ー>もうそいつは、そいつは今後一生スノボーをやるべきみたいな。<laughs> のの出会いじゃん。なるほどね、確かに。逆にセンスは、うん、あのこれはアンボに言ったけど、選び方だなって思ってるものの。言ってたね。 そう例えば言葉とか服装とか、うん、持ち物選ばなきゃいけない場面って結構あるじゃん。あるね。の時にその時になんか見えるものその選ぶ選択肢の手札の数と選ぶ選択肢のなんか出すタイミングだったりとかうん、うん、選ぶものとかねそう選ぶものをタイミング、まあ、言う言わないとかねは,い、はい、はすごいセンス。 その人が持ってるセンスと手札の数だなって思う。な<お>っていうなんかな俺はそういうなんか定義でまあ確かにその,の,この2つを見てますその定義だともう才能は本当に持って生まれたものでセンスはまあ経験とか知識とかで育まれていくものっていうのが結びつきはするねかなって今のところててなるほど。って言ってうん いやまあどうなんだろう、俺はセンスってまあなんかやっぱ種類があると思っててまあみんなセンス、センスって言うけどそのまあ大の言う選び方とか選ぶ力があるっていうのももちろんセンスだと思うしでも、そのやっぱ才能に近い部分のセンスもあると思うんだよね。あーその ななんつうのグラデーションがちょっと才能寄りのセンスってこと、うん、そうそう。うん。あるね。そうそう。だからその、なんか、一括くくりなのかなみたいな。はいはい、一概には選び方だけとか、とも言い切れないかなみたいな。感じだな。はいはい、俺のセンスの印象。正しいのってあるんだろうな、ね。体の動かし方にセンスがあるとか。いや、なんか、リアクションとかかな。 あまあでもそうなるとそれも選び方なのかなもちろんなんかその選び方の手札がなんかめちゃくちゃある中でそれを選んでたらセンスだと思うけどなんか1個しかないのに1個しかないのに偶然それをずっと出し続けてるのなんか才能な気もするリアクションって <laughs> いやその手札をさ、うん、まあ経験と知識で増やしていくわけじゃん,うん、うん、でも,もそ,うそのイメージもともと持ってる手札あるわけじゃん ありますね、そのもともと持ってる手札がめっちゃ強いっていうのもセンスだと思うってこと。ああそう見えるんだ。うん。別になんかな、ね、これが経験からとか知識から来てる手札を増やしたものの,、うん、あの手札じゃなくてもうこいつがもともと搭載してる手札としてこれめっちゃ強いなみたいな。 もの俺それ才能だと思うなそれは才能は、えっと、それをじゃあ選ぶかどうかのがセンスってことってうかもう才能,才能をもうちょっと細分化すると<う>なんか俺的にはもう生まれ育った環境と、うん、そいつがたまたま好きになったことぐらいの細分化になると思ってるんですよ才能って。ははい、はい そしたら生まれ育った環境で生まれた謎のリアクションって才能じゃねみたいなあわ<ー>かるなるほどんそんな気しないそれを才能なのかもうまだセンスあるみたいな言い方されるけどねいやべっこだったな,な,なんかちょっとむずいね曖昧だね<む>その曖昧だね境目がむずいね<こ>、うん、だから俺は才能 って言葉はあんま使わない分そのセンスの領域が広いのかもな、うん、普通のあ確かに確かにと比べて、うん、こう一直線上に才能とセンスがあったとして、えー、うんこう才能の幅とセンスの幅がなんかセンスの方が広くて、うん、もう才能も食ってるみたいなあーでもさそう,そうだねなんか、はい、フランス人が描いた絵とかって、はい、うわフランス人のセンス って思うじゃん。絶対才能なのに。それむずいよ。それむずいだ。いや、分かんない。なんか、フランス、フランスめっちゃ見てきたな、この人みたいな。ああ、その生きてる感じね。はいはいはい。火星。うん。なんか、まあ、男の人の立ち振る舞いとかさ、フランス人見てないと、この背中は描けねえなみたいなのあるじゃん。 それってうわフランス人のセンスだなーってぼやっと言っちゃうけど<ー>さっきの説で言うと才能才能かだって環境なんだもん,確かにんか日本人では覆せないみたいなその世界で生きたからこその常識ってあるもんなそう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 そのフランス人の人からしたらこういう景色とか <laughs> そういう動き、うん、この足の細さとかそれが常識なわけでそう,そう,そう,そう でもそれが日本人からしたらうわフランス人のセンスだわって。っていう捉え方しちゃうよね。なんか才能ってあんまなんかアウトプットに使わなくないそんなことない今の言葉で言うとフランス人センスあるなってそのなんか自分の持ってるものを表現してるじゃん。はいはいはい。 なんかアウトプットとして、まあ、その描き方とか、うん、っていう感じがしないというか、うん、まあその台のさっきの言葉で言うとそのこの線を描こうと思うとかこうやって見えてる<ー>この景色がこうやって見えてるっていうものがセンスあ、えっと、才能か才能であって。うん なんかそれを絵として描いた時にはもうそれは才能じゃない気がする、うん、ええ、どうだろうなんかええ、どうだろう才能は出ちゃわないか才能になる <laughs> 才能は才能はね <laughs> にじみ出ちゃうすあ出るあそうかにじみ出ちゃってそ,その中でそいつが培ってきた、うん、こうなんか選び方のセンスはあ<ー>その時々付随されるかなっていうイメージほほ、ね、ほうほうほう,ほう えなんか俺自分の話になっちゃって申し訳ないんですけど、はい、あの顔を描く才能があるって結構言われてきてるんですよほうほう俺、うん、はい編集さんとかと。そうん、でそれは本当に才能だと思って受け取っていて、うん、でもっと言うとどの顔が一番得意かっていうと、うん、あのめちゃめちゃ悔しがってる顔とかが一番 得意なんですようん、うん、書いてて一番自分が乗れる瞬間なんですよこれってなんでかっていうと多分悔しい経験をいっぱいしてきてるからなんですよね<ー>俺がつまり環境なんですよこれってもう環境<そ>つまりああ自分が育った環境がそのまま才能になってる状態ねああ、はあ、そうなのでああ創作するときにめちゃ悔しい顔描くの得意っていうのはなんか一つ才能としてあるなって って認識した上でそれを選んでるからじゃあ大は悔しいか顔をうまく描く才能があるととあるああそれあ悔しい顔をうまく描くセンスがあるとは違うとちょっと違うあなるほど才能があってそれをうまく<ー>うまいタイミングで引き出すセンスを磨かないといけないって感じあーなるほどねそうその才能はある やっぱその手札としては才能としてあってそれをまあ漫画であったらどのページでどの場面でどうやって差し込むのかっていう手札の切り方がセンスだとそう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 <ー>完全に伝わったそれがセンスなんだよっていう選び方出し方カードの切り方があじゃあそのさ、うん、話に戻ると、うん、スノボでちょっと すぐ簡単にううまく滑れちゃうはいこのセンスはこれはどっちかっていうと才能じゃないそれで言うとああ本当は言葉的には俺らの今の言葉的には才能あるね、はい、って言った方が正しいんだ、ね、なるほどじゃあ、まあ、本当はね。まあそうだよな間違って使ってるというかそのまあなんだろう,そう一概には言えないというかさなんかそうそうだろうね何が違うの なんでスノボのこれはセンスあるね、まあ。なんか内容的にはまあ確かに才能だけど、うんうん、なんかセンスあるなっていう方がしっくりこない。これなんでだろうと才,才能って言い過ぎ感あるからだと思う。ああライトさ重さがあるわけだ<う>ねこと。そう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 センスの方がライトに使えるからうんうん、うん、まあスノボくらいというか <laughs> その遊びでちょっとできる <laughs> で。 <laughs> 遊びの延長戦だと、そうかそんん、そんなんで才能って言葉は、あんまり人は使いたくないから。ね、センスってチョイスをするその瞬間。あなので、センスって言葉が、こんなにぼやっとした言葉として一般化されてる。確かに、なんか気がする。大学、まあ、二十歳、十九歳で、その年齢でやり始める。スノボーがちょっとできたらセンスだけど、本当になんだろう？三歳、四歳、五歳ぐらいで初めていった。うん ゲレンデで滑れたらそれは才能っていうかもしれないわあそうだねマジで才能あるじゃんってなるんか重さが違うよねそこのそうそうそうああなるほどこけてもこけても笑いながら立ち上がるんだぜ才能しかないみたいなそれは普通にしてるだろか新たな要素出てきちゃうごめんなさいそうですねああなるほど確かにじゃあよりんかそのグラデーションとして ま,あまず持って生まれたものが才能自分の手札がもともと持ってる手札が才能でその手,そ、ねね、手札を増やしたり、うん、まあ切るタイミングっていうのがセンスだとしたら、うん、その中にもその才能の持ってる持ち札の中に軽い思いみたいな重さがあって。 もともと自分が持ってる手札だけど軽い手札の場合はセンスとしても使えるってこと <laughs> そうだ、ねまあ、センス <laughs> センスと取られるよねああなじゃあ,まあトランプだとしてカードもともと自分が配られたカード、うん、まあ3枚あったとして、うん、<laughs> その3枚のうちそれぞれも重さがあって軽いものはまあセンスに近づいていって 重いものはより才能として見られるみたいな、うんね、感覚うんそうそうそう,そうあ、ま、確かになんか納得できるなそれは、うん、それで言うとだからかそうだ、ね、俺もセンスのグラデーションが広いっていうのは、うん、なんか軽い才能を俺は結構センスとして捉えてるから、うんうん、センスの幅が広いのかもねうん、おおうえー まあ、あとやっぱ28年生きてきてやっぱすげえで,でかい才能だなって思うのは人に対してねやっぱねこう自分が、うん、いやそこまではできねえってことをやっぱり楽しそうにやってるやつはマジで才能あると思う例えば俺は1日に20枚ぐらいしか、えー、ネームが切れませんしかも本気で書いてああああ本気でね 本気で集中してけません枚でも笑いながら楽しそうに40枚書くやつもいますはいマジで才能だと思うそれは確かにな無理ですそんな俺っていうなんかそもそもまあクリエイターとして生み出すことがずっと楽しい人って才能だよなあ確かにいや本当にそう本当にいしこれはねそう生み出す嫌だんか本んにねんだろう 出し続けるの楽しいみたいな苦労することにさ美しさがあるってのもあるけどもう理想というか言っちゃえばもう自分が想像したものをなんかポンって出せる機会があったら出したいもんね出したいでいや本当にそうずっと俺だってそう思いますそれはねう考えたやつがすぐ具現化してほしいといやちょっとまあ才能はねいやまあ言うても才能はないよりなので ちょっと僕もないよりなのでちょっとセンスの磨き方についてちょっと話したい次はセンスの磨き方まあじゃあ才能とセンスはこう分かれましたよと、うんうん、手札としてなんとなく見えてきたとしてじゃあどうやって手札増やすかってこと <laughs> そうちょっとね才能はだってもう話しようないじゃん正直今の話で <laughs> 環境と偶然好きになったことみたいな まあそうだね。感じだからあとはもうどうやってね、そのどうやって見つけるかだもんね、才能って。うん。そうそうそう。まあだから開花させるものっていう<ー>捉え方を古舘先生はしたんだと思う。確かに、どうやってね、うん、育てて、水あげて、そんな方法がいいかを模索するのが確かに、<う>いろんなことをやるとかだもんね。そう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 。いやまあ、今の、まあ、28歳の俺らからしたら、 セン,スはセンスを磨くことの方がいい我々は、うん、やっぱり手札を増やしていきたいとうんまあセンスあるって思われたいしなそうそう普通にね周りからう,う, <laughs> うん,うんああ、どうなんかセンスを磨こうと思って磨いてることがあるってことだよえー、いやありますもう正直言うとあります 自分のセンスを磨くっていう目的のために何かをしてる。うん<え>いやでもこれねそ,なんかそんなに大したことじゃないんだけどはいなんかセンスを磨くってめっちゃ考えたことがあって <laughs> これもね、はい、これもめっちゃ考えてたことがあってめっちゃ考えでまず磨くには普通に一流と普通を知らないとダメだなって思ったんですようんセンスって。わかります そその何が違ううかをまず理解するってこと、うん、そう一流と大衆を知ってるみたいな状態お笑い芸人ってさなんかよく言うけどさ、うん、普通を知ってるからボケができるみたいな話ないっけ何それ知らねえあれあれなんかお笑い芸人とかギャグ漫画家って、うん、すげえ常識人が多いみたいな話があるて、ね、ああなるほどでなんでかっていうと常識を知らないとあの外しができないんですようん 外れれてるか分かんんないももそもねそれがそそ口を揃えて言うだからそう,そうそうそう常識を知ってるから外すっていうセンスが生まれる選び方が生まれるわけじゃん。うんうん、なんでなんか一番手っ取り早く磨くのがなんか一流と普通をなんか知ってることかなっていうのが俺あって一流を見るのって結構コストかかるし大変なんで、うん、なんかまず普通。 その大衆、うんうん、定番。大衆って定番じゃん。はい、そうだね。そう、だから、まず王道とか定番みたいなのをすごい抑えるって、めちゃめちゃ大事だな。ああ。なんか、ちょっと前、めっちゃ考えてた。何を思って、これは王道だな、これは大衆だな。これは一流だなって判断するの。評価。ええ、すごい。すごい具体例出すと、ジーンズだったら、リーバイス五マル一だし、うん。 うん、飲み物だったらコカ・コーラだし<ー>例えばコーヒーチェーンだったらスターバックスだしみたいななるほどあのそうこの分野のこの分野の王道とか定番って何みたいなのをちゃんと理解しとくみたいなすべ<ー>てねなるほどね,ねえなんかそれってすごい大事じゃないみたいなのは思っていて <laughs> センスを磨く最初の段階ね確かになんかまあコーラというか コーラとかコーヒー飲み物が好きってなってこれについてもっと知りたいってなったら、うん、ま,まず一番飲まれてるようなその飲み物を知ってじゃあ、うん、こっからどうやってなんか付加価値が生まれていって一流になっていくのかみたいな、うん、どういう差があるのかを知っていくってことがそう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 ,そう,そう,そうなるほど選び方育たねって勝手に思ってるんだけどどうでしょうねうんねなんか スマホだったら iPhone って定番かつ一流になっちゃってるけどね、今。もうまあ定番どころか。うん。なんか、今の、その飲み物とかので、うん。つい、なんだ、新年大みそか忘れちゃったけど、毎年、格付けチェックって番組、テレビ番組やってるじゃん。ああ、あるね。あの、ダウンタウン、ダウンタウンの浜田とかが出てる。で、毎年、毎年じゃないか。毎年か。あの、額とか、 出るよ、ね、であ出るね。うん、ガクトが失敗するかどうか連勝記録を続けるかみたいなのが一つの大きな見どころになっててでなんか今年のやつで、うん、あの消えちゃったんだよね確か「うつす価値なし」みたいになってな外したんだいや俺見てないから、うん、ガクトが外したのかそれともあの相方二人ペアでやってるから、うん、もう一人が外し続けたのか分かんないんだけど。 うんうん、なんかそういうものであのーうん、ガクトがなんだっけなツイ X かなってあのツイートしてたやつで、まあ、ご飯を食べて、うんうん、一流かどうかをこう見極めるわけじゃんすごい高いか、ね、一般的なものかなん、ね、なら安いものかそううの時ってやっぱ美味しいとか美味しさで測るんじゃなくて、うん なんだやっぱ一流なものには理由があると,るとあーそうね、うん、そうそうそこを見るって言っててか、えー、だからどれだけ美味しいかとかなんてうん、はい、当その人それぞれの価値観だし環境だし、うん、そのタイミングだから、うん、いっぱいだから量を食べればいいいっぱい食べたくなるっていうわけでもない。 例えば食べ物だったらもちろんねいろいろ食べて味濃いもの食べたらその味濃いものに引っ張られるしでもだからその中で一流を見極めるためのその差を見つけるその料理ごとにまあ例えば使ってる何かの調味料とかお酒なのかわかんないけどそういうもののこう細分化されていく中の質を見ていくとかなんかそういうのを言ってて。 えそうやって、うん、そうやって考えるというかそうやって,センス磨かれてんな見極めてんだと思って <laughs> あ<ー>いやその判断基準をさ自分の中で確立するのってすごい量を、うん、まあ食べたり調べたり知って、うん、そのまあ知識と経験を積まないとできないことで、うん、やっぱじゃあ。うん 本当に磨かれてんだな絶対そうだよね。というん、てか俺今言おうとしたことすげえ言われたわそれ。え <laughs> っどういうこと言お,言おうとしたことめっちゃ言われてた。<お>あ,あそう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 なんですよ。え,でよえどの部分でのあのですね、はい、いやあのさっき大衆とか王道とか定番を知っておくって話したじゃないですか。ああはい、その第二段階があってはい。 その定番のものの起こりまでできれば知っておく。出た。なんでそれが生まれてそう、現象。なんで生まれて、大衆に受け入れられるようになったかっていう時代背景とか歴史とかを知るとどういう時にどんな人のニーズがそれに発生したかが理解できるんだよね。ああ、なるほど。なんでコカ・コーラって生まれたんですかとか。 なぜそれが大衆的なものになったのかと、はい、そうなんでどういう時に生まれたのか <laughs> 何のために出てきたのかっていうなんかニーズみたいなのまでできれば知っておくとめちゃめちゃセンス磨かれるなって思っているなんでそれはニーズがニーズが分かるから時代のニーズが分かるとセンスが磨かれるのああ何が求められてるかが分かるってこと、うん

でできるできるる<ー>こ,これ今の時代にこれ出したらどんな感じで受け入れられるんだろうみたいな判断基準の一つになる気がしていて、ね、いやでも確かに、うん、そうそうだからさっきガクトが言ってたさなんか、うん、味,味自体じゃなくて、うん、なんでこれが生まれたんかみたいなところを考えたりするっていう話そう なるほどねにす,すごい近いそこをまず考える確かに言ってることは同じようなこと言ってるないやそう同じこと言われたと思って <laughs>、うん、そう <laughs> え戦、ー、争。じゃあ台の中で、まあ,あうんいい台の中でなんだ台の中で、はい、いやこれのセンス磨けたなってことは何なん それで誰がそれのセンスあるかをちょっと俺が感じてるか、えー、うわちょっと待ってセンスを磨けたかどうかこ<う>れのセンス、うん、何かまあそうやってだからなぜ大,大衆と一流を知ってなぜこれが大衆になったのかを調べたものがあるわけでしょありますねす最近はレッドブルについて調べたわ、はい、好きすぎだろ <laughs> 好きすぎだね。好きすぎだろ。エナジードリンクについて。エナジードリンクのセンスってなんだよいや別にセンスを極めるために、センスを磨くために調べたわけじゃない。通に。それは別に取材させだからああ、なるほど。普通に好きだから。いや、いや、むずい質問だな、それ。ああ、嫌だな。自分のセンスがどこにありますかって質問すごく嫌じゃない。いや、問いが悪いわ。それでもさ、違う違う違う。 なかったものがこう磨かれたなと思ったことよ、はい、普通にあ<ー>そあ持って生まれた自分のセンスは何かじゃなくて後天的にあ俺俺このセンスなんかまあ例えば中学校の時とか全然なかったのに今はなんかこのセンスは結構磨かれてるんじゃないかみたいなことよああ考える手札の量本当にあと考え方の量、はい あ思考のセンスというかはいはいはい本当にそうなるほど難しい答えだなだどお前どっちから見ればいいかとか、うん、あのどの思考を使えばいいかとかその前話したさアート思考デザイン思考もそうだけど今どの思考を使うべきタイミングかとか、うん、そう,うわ今はこれ 原子原初紐解いた方がいいフェーズだなとかあー。あそのまずそもそもその考え方が生まれるかどうか、ね。で、生まれてないから、そう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 、そのか考え方の出社選択が広がったあーなるほど。うん。でも何,何,の何が原因でかは知らない、なんか。おい、じゃあ、うん。まあ、そんなになんか磨こうとして磨かれたわけではない。うん ここ数年な気がするでもセンスについてはすごいその時考えてた何かあ<ー>めっちゃ考えてたなるほどね <laughs> なんかちょっと前にさ<ん>アンボにさなんか最近考えてる企画みたいなさ<ん>あの LINE <ん>した時にさんなんかしすごい下の方にん,ななんだっけな「ザ・クラシック王道をひもとく」みたいなんあなんか言ってたかも企画の名前あったじゃん あの時にめっちゃ考えてたいや。こうするとセンスって磨かれんじゃねみたいなこと考えてた。あの,の LINE した頃に。<laughs> いや、だかあのセンスを磨くことについて考えたことがまずないからな。うん<ー>。そう、王道を紐解く、<ー>そして王道がなんで生まれたのかの起こりまでできれば知っておくと、<laughs> な,なんとなくの、なんか、その大衆受けみたいな。<laughs> 普通がすごい、解像度高く知れるじゃん。なるほど。それってすごい大事じゃねっていう、まず。 まあ確かにね。うん。いやまあそれで言うと全然できてないな。なんか自分の、あ<ー>まあ例えばデザインだったり、うんうん、漫画だったりとかの表現の歴史とか俺全然知らないもん。ああ、うん。やっぱデザインとか結構あるからさ、そういう。あるよね。時流とかめっちゃあるしさる、ねね。デザインってさ、定番とかあんのいやあるか、さすがに。うん、やっぱ。 俺がやってる漫画とかライトノベルとかの想定、教師っていう点の、っていう定番とかだと、やっぱフォントとかが定番、定番のフォントとかはあるよね。やっぱ誰が見ても、うん癖なくみたいに読めるものとか、まあ、なんか。 大体大勢の人が同じような印象を感じられるフォントとかはやっぱあってやっぱそれを選んでいくとある程度形になるとかなんかそんなになんだろうなこう深く分からってなくてもある程度形になっちゃうようなフォントとかなんかそういうのはでも定番としてあったりするね おーうん、デザインのテンあのこの間、うん、この間さいなんだっけえっ、ー、と、うん、TCC 商店行った時さなんかデザインの始まりの江戸時代みたいなところ見てあありましたねあれすごい楽しかったんですよ俺的には <laughs>、ね、すげえ楽しかったんですよあの歌舞伎だっけ <laughs> そうそう,そうなんか歌舞伎のね広告が全ての起こりだったんだよね確か そう歌舞伎の時にちょっと、まあ、空き時間かなんかにあ歌舞伎空き時間じゃないだっけ歌舞伎の、あのー、細かい設定とか、うん、例えばまあ歌舞伎で演じる部分のあお店の名前とか、うんうん、なんか、まあ、スポンサーじゃないけどその何とか屋で働いてる誰々の何とか屋が本当にあるお店で、うんうん、なんかその名前を使うとか。 その歌舞伎の中に店名とか <laughs> 商品名とかをこう入,り入れ込んでこうあの認知を広げていくというかね広告的なことをやる宣伝的なものをやるっていうのが最初だったんだよね。そ,<う>そっからなんか。あれが原初だよね。すごいよね。で、そこにお金が確か発生しててみたいなやつだよね。うん、あら、面白かったよね。面白い あれ、やっぱ知ってるだけでちょっとセンス磨かれてるはずなんだよ <laughs> 思う。<laughs> いや、<ず>まあでも確かになんか広告の起こり知ってるわけですよね。ちゃんと喋れるか喋れないかで、うん、なんか何が違うんだろうね。なんかでも違うよね。うん、絶対違うと思う。うん。もちろんね、感覚でできるってこともすごく重要だけど、うん。やっぱ感覚。 なんか感覚でやってる人ってその、それが認められてる人って、なんかその感覚に対する解像度は高いと思うんだよね、多分うん、絶対自分で分かってるから、ああそうそうそう、そ空発的なものではないというか、うん、でもやっぱそれは一般人は難しいからさ、うん、だから、どんどんね、すべ、ね、てに言語化をして、ちゃんと説得力を持たせないといけないみたいなとこあるよね。 そう凡人は結構我々凡人は手札をまず増やして <laughs> <ー>しかも手札をな何持ってるか理解する自分がなるほどで適切なタイミングでそれを切れるような磨き方をしていく<ー>だってさ余計なこと言わないってめっちゃセンスじゃん <laughs> めっちゃセンスじゃない余計なこと言うもセンスだと思うけどなあまあ確かに余計なことを面白いタイミングで言うはセンスだよそう でも大抵の人は面白いタイまあそうだな、うん、言わない方が吉 <laughs> 余計なことはそうね確かそれはそうだわ <laughs> うおお<ー>まあさっきの話のちょっと続きに戻るんだけど、うん、まあ定番とされてたり長く対象に愛されてる王道みたいなのをしっかりと抑えてうん、うん、まず普通の基準理解しましたと、はい、でまあそっから先は 一流を触れなきゃいけないんだけど、うん、まあ一流を触れるってコストかかるじゃんなん,な,なんかそうだなブランド物買うのかよってなるやん一流って難しいよね <laughs> その何を思って一流なのかやっぱ最初は分かんないというかさ、うん、分からんだからなんかせめてこう自分が極めたい分野とか<ー>自分が関わってる分野の一流だけはしっかり研究しておくみたいなのがなるほどね 最低限できることかな確かに。なんとかセンスを磨くためにはそれをやっていかなきゃいけない。ね、うん。そう。漫画だったら今売れてるもの、<ー>一流のものをちゃ,ん、うん、ちゃんと研究しておくみたいな。いやー。疲れちゃうな,ーうな疲れちゃうね。う俺、これ考えててすげえ疲れたもん。<laughs> うん。やれてねえみたいな。い めんどくさいとどう向き合うかに戻ると、やっぱめんどいんだよね。は間違いない。これはね、これはめんどくさいよ。でもやっぱめんどくさいことをやらないとね、成功しないというか、その、やりたいことがあるんだったらね、立ち向かわないといけないからな。そうそうそう。いや、まあでも確かになんか、勉強の仕方というか、 うん、そんな自分が伸ばしたいところのやり方は確かに大衆を知って一般を知って、うん、あそっか、うん、で一流を知っていくっていうのはすごく理にかなってる気がするなそう,そ,うそ,うそうするとセンス磨かれるくねいや確かにう,うんなるほど、うん、すごいところは考えてたな才能とセンスだけじゃなくもう伸ばし方まで話しちゃったじゃん話したよちゃんと でも結構んかたっ結構理解できたよ俺はあ本当ント割となんと何か漠然と俺センスと才能だったからあまあ確かにな思ったねだからなう才能とセンスについて考えることもないけどないやこれやっぱいや配給のせいだな多分ホントにかもねうんずっと考えてたもんこれ20ぐらいの時からすごいじゃんあとやっぱ 個人的に最近生き方のセンスあるなって思う人の特徴を挙げていいですか最後に生き方のセンス最近これできるやつセンスあるなって思う事例あります、えー。はいはい。答えの出ないといってあるじゃん。うん、世の中何もかも。ほうほう。で、でそれをわからないまま保留する力あるやつセンスめっちゃあるなと思います。どういうことですか <laughs> えじゃあも,いやもっと言うとああ答えの出ない問いってあるじゃないですか <laughs> い,やもういろんな問題同じこと言ってる。<laughs> さっき聞いたそうだ繰り返しや <laughs> いろんな問題ああいやもう何,何がとか言わんけど、うん、いろんな答えの出ないモヤモヤした問いって多いじゃないですか、うん、これって本当に正解だみたいなん社会的にね、うん、でそれに対して自分なりの答えを持っておきますはい だけど、それが絶対正解だとは信じない。で、ほうほう保留しときます。っていう力。どうやって判断する人そ,その力、どうで感じるんだよ、それ。いや、めっちゃセンスあるな、いるなと思う、いる、そういう人いるんですよ。何ですいるんです何で感じたの、それ。こいつ、答えのない問いを自分の中で答え出して保留してるわって思う瞬間があるってこと <laughs> だってどっちが正義かわからない問題めっちゃあるじゃん松本人志問題とかいやそうだね言っちゃったけどそれのんか反応とかを見てってことああそういうことん。そう世間的なこうまだ答え出てない問いに対してうわってこれが答えだって言ってんか民衆を煽るやついっぱいいるんですよまあ確かにいますね俺あれ死ぬほど愚かだなと思っていてあの 本当にいや愚かですあれ使ったことない俺うわ会話でこれはこうだからこいつはこうだから悪なんだって言ってうわって民衆煽ってフォロワー増やすやついるんですけどちょっとちゃうなとセンスないとそれセンスマジでいやないしいつか終わるなと思ってるんですけどうんかねこれいや自分では答え出してるんだけど絶対正解だと思わないで保留しとく力が ある人は SNS でそういうのを感じた時はこの人センスあるなと思うんだ、ね、思って見てる俺<ー>めゃうわこの人はセンスあるなって思って,て生き方のセンスねうんこの今の時代だって今って<ー>タブーが死ぬほど入れ替わる時代じゃん確かによしとしてたものがダメになったりねすぐだったものが実はいいみたいなね,ね確かにそう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  すぐコロコロ入れ替わるから<ー>そんなねなんか一元的に答え出せないはずなんですよそれに一喜一憂するとかじゃなく、うん、まあ僕はこれをこう思ってるんで、うん、っていう自分をでもこれが正解かは分かんないっすよっていうもちろんそこは柔軟ですよとそう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 生き,る生き方のセンスある人か これ今めっちゃセンスあるなと思っています。これができる人。え、なんだろう。センスあるな。この人の生き方感じたことないよ。うん、すごいね。ない。ない。いや、だってこれ、これマジで本当に、なんかね、体力いるんですよね。この、なんか、わからない答え出したいじゃん。うん、あまあ確かに。何が善で、何か悪か答え出したいのに。 それを保留できるって、うん、ためておけるって、なんかこういうの、ネガティブ・ケイパビリティっていう難しい言葉で表現あるんですけど。なんだっすすげできる人すげえみたいな。何の変わった変形な、そう。けケイ、ケイ何ネガティブ・ケイパビリティっていう。ケイパビリティこれ。なんだっすパビリティ。どの部分もわかんないわ。ネガティブしかわかんない,やいや、ね。<去年 S 1> <laughs> 聞いてなんんだだこの言葉って思ったんだけど、うん、ケイパブルっていう言葉があるってこといや、分からん。だ全然分からんこの言葉のあ<ー>怒りは知らんけど。ああ、なるほどね。うん、答えの出ない問いを保留する力ある人は、俺目線かっこいい。えー、本当にセンスある。センスあるなっていう人いるいや、やっぱ、いいまあそのセンスあるなというか、それで言うと、かっこいいとかだと、うん。やっぱ、 なんか自分のあでもそう大と同じなのかな自分の答え持って生きてる人やっぱかっこいいなと思うねいやかっこいいよねそれはそう、うん、自分なりのねちゃんとそうそうそうもう自分はこれが好き、うん、自分はこれがしたいからこれをやるんだみたいなうんと、うん、はわかるうんなんかそこに本当に、まあ あまあもちろん、なんかそこにけん謙遜とかもあるし、うん、でもなんか傲慢さとかはなくて純粋でみたいな人がやっぱなんかかっこいい生き方だなといいなんかあの所ジョージとか。<laughs> あでも確かに所ジョージかっこいいねかっこいいよねああいう人かっこいいしかっこいいしセンス,センスあるよあるんだろうないちいちショイスがやっぱうまいもん,んっていう感じするなはあ、そんなとこっすかねそ,ううそんなところっすかそういう生き方したいなじゃ最後にじゃあ俺が個人的に今めっちゃセンスあるなって思っている人を人あげるわおはいはい まずですね、ムーユ東京の漫画編集、千代田さんですね。ずっと好きだね。いや、俺ずっと好きだ。ずっと好きね。あの人、あの人をね、発見してから結構ね、思考が寄ってったかもしれない。ムーユ東京っていうポッドキャストやってる、そう。あの、魚と先生の編集。チートね、出身の、書かれてる先生の編集の方ね。が、まず一人。おぉ。そうですね。 そしてあともう一人は、うん、これもうなんか何度も言ったことある気がするけど古典ラジオを運営してる深井龍之介さんは<ー>とんでもない二人生きるセンスすごいやってる方じゃない,いうん、うん、そう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 ,そう、えー、二人ともねポッドキャスターなんでよかったらその方々っポッドキャスターもねぜひぜひ聞いてみてくださいセンスあります本当に <laughs> いやセ、<laughs> センスあるラジオしたいないや、そうなんで、俺もね、センスあるラジオにしたいんですよ、これ。<laughs> 本当は。本当はちょっとどう、どういう意味、それ。いやセンスあるな今、現状、センスないじゃん。<laughs> その言い方じゃ。いや、わからない。まあ、回によってはセンスあるけど、<laughs> 回によってはね、センスない。なんだこれ、なんだこれみたいな回もあるんで。<laughs> じゃあ、まずそこは、これから磨く。 そういうところもね、含めて、あの、このラジオも聞いていってくだされば思います。大丈夫だったら、ちょっと締めてください、そうですね。まあ、センス、才能とセンス。はい。結構、うまくというか、ちゃんとなんか理解度が俺は深まった気がして。あよかったよかった。ちゃんと話せたかな。結構、センスよかったんじゃないよかった。頑張った。考えた。うん、結構。 引き続きこのラジオは、はいえー、お便りあとまあ偏見だったり何でもお待ちしてます、はい、最近お便りがなくて悲しいですねはいお願いしますぜひ何か反応してくださるととても嬉しいです、はい、話してほしいことでもいいですよ、うん、あもちろん、はい、何でもお便りくれると嬉しいです 第25回俺はそうは思わないパーソナリティはアンボと根本でしたありがとうございましたありがとうございました